どうも、今回はヤドランやっていきますか。持ち物は進撃メガネにエナジーアンプに絵画の鈴っていう技待ち時間短縮構成だね。でメダルも黒の7と緑の6かな。で合わせて技待ち時間マイナス 17% と、で特攻も緑のコンボで 4% アップしてるね。で今回熱湯でやっていきたいね。回転率の早まった熱湯を吹きかけまくる、そんな感じだね。あと熱湯って敵のこと火傷にできるんだけどさ、その火傷で敵の物理アタッカーの攻撃力みたいなのをね、結構下げたりもできるから大事だよね、そういうのはやっぱりね。あとね、緑のね、コンボのね、内容をね、割とね、ちょっと間違えてたんだよね、結構 2% 間違えてた。はい、取られないようにしていって、で待って、やれそうだな、あれやれそうだな。で、おら押し押し押し、ワンチャンやるぞ、それ。はい、さよなら。ナイス、いいね。で、ヨーギラ救っていくなよ、俺の分をさ。頼むって、マジでね。まあまあ、いいや。これ、4レベルになれそうだしね。で、進撃メガネもだいぶ詰め込まれてるからさ。そう、4% も 6% もね、間違ってても変わらんからね。まあ 2%。そんなでかくない。まあでも、福利の効果が発動したらね、ちょっと 2% はでかくなっていくかもしれんけど、単利だからさ、もう大丈夫よ。で、しっかりと取っておいて、で熱湯でさよなら削り取っていきますよっていう感じなんだけどさ、あと熱湯吐いて、あんま食らいたくないかも、あれは結構嫌かも、それは割と嫌かもしれないけど、キーポイント溜め込んでおいて、あ、ゆちそれマジか、そんなアニメみたいな展開、熱すぎんよ。熱湯吹きかけるか一旦さあ、ヤドランはね、結構ね、新規メガネので、火力を高めていったらね、だいぶ変わるからね、火力の伸びがさ。もともとがさ、特攻がそんなに高くないらしくて、だからその、上げてあげたらね、技の火力とかがね、目に見えるように上がるっぽいから、しっかりと、まあ、上げていきたいよね。本当は、欲張り層を狙いたかったんだけどさ。まあいいや、一旦ちょっと木の実食いながら、でも、なんか下レーンにし、間違えた。違う。下ルート、下ルート。そろそろ下ルート、さすがに。7分20秒の8には下ルートに行って、で、やっぱね、かじり亀戦のが大事よ。やっぱ、最初はね。2回目もかじり亀でいいぐらいあると思うけど、まあ、3回目はロトム戦かなって感じはあるけどさ、でも、かじり亀戦はね、1回目はね、特に大事だね。早めにユナイト覚えるかどうかっていう。そこもかかってきてるから。で、ドワスレで行こうかな。せっかく、技の回転率上げていけるんだったら、もっとガチガチに、やっといてっていうのは割と、ありかもしれんね。もしかしたら。で、ドワスレ覚えて硬くなって、ネットを打って、回復しながら硬くなっていけるっていうのがね、やっぱり、いいよね。やっぱりさ。で、ただあれはしんどいかも。いいネットをこれは刺さった。ナイス、いいね。で、もう一度ネットを吐いて、今のうちに20叩き込みたいけど、一旦ド忘れで、あいつの、このクソウサギの、ね、火力を、下げておこうか、一旦。で、20叩き込んでおいて、もう一度ネット吐く。吐けてねー。けど、まあ、いいや。ここでね、吐けたのだいぶ嬉しいかも。だいぶいいかも。ナイス、いいね。で、せっかくだったら、2ポイントもちょっと追い込んでおこうか。ナイス。ただ火力ももうこれでも俺も6回ぐらい追い込めてる気がするんだけどな。どうなんだろう。あと1回ぐらい詰め込んどく。どっかで。適当に。ナイス。いいね。そうだね。最高だね。あと上レーンはね、あれだね、ね。別に割ったりしなくてもね、良かったりもするからね。相手が多分ね、相手に多分ね、沸かせたくないっていうのもね、あったりするからね。だからまあ、下レーンをちょっと重点的に、ちょっと大きく見ていきたいところはあるかもしれんね。なんかだいぶ野生狩りが早くなった気がするよ。ウサギが入ってるな。ブレイシャも行ってるな。まあでも取られないようにやっていけるかな。どうだろう。あー、やれそう。これやれそう。でネットを吹きかけて倒しますよと。いいね。あとはおい、てめえ帰ろう。まずい気がする。ドワスル吐いて、いや、さすがにドワスル、さすがにユナイト切って、ユナイト切りたかったけどさ、やめとこう、さすがにユナイト切るのは。
めんどくさいからね。いや、いいね。だいぶネットの火力上がったよ。だいぶ上がってる。なんかいるな、いろいろな。潰していかないとな。惜しいんだよな。あとちょっと。マジであとちょっとなんだけどさ。じゃあ、ネット吐いて。いいよ。これでマリルリは、火力が伸びなくなっていってると。これやばいな、結構。ちょっと良くないプレイしてるな、俺たちな。あんま良くないプレイしてる気がする。攻めすぎてる気がする。欲張りスにも入られちゃうからさ、早めにちょっと、買ったりしていかないとさ、いけないんだけどさ。多分だいぶか、そこは狩られてないんだ。そしたらルートに集合しといて誰止めるかな。バンギだな、バンギ。簡単だわ。バンギラス止めればいいだけ、今回。そんだけ、簡単なお仕事。でもね、止めたいけどね、やっぱ味方が、アタッカーが下にいないと結構きついかの感じあるからね。今回結構が上レーン派だから、あれだね、ジュナイパーじゃない。なんだっけ、こいつの名前。やむをえん。捕まえよう。やむをえん。ギルガルドが下来てない気がするから。まずはリス潰そう、リス。来てるなー、来てるなー。で、はい。ネットでしっかり取り切っていく。で、あとは、みんなで殴れば怖くないと。取り切れてねー。くっそ。いや、でもねー。ジュナイパーと間違えちゃう。ジュラルドンがさ、間違えちゃう。そう、ジュラルドンをね、守んなきゃいけないからさ、やっぱり。ちょっとグレイシアの攻撃耐えれるかどうか分かんなかったんだよな。なんかあんまり耐えれなさそうな気もするから、吹っ飛ばせるって。で、こんな感じだろう。一旦引くか。引いておきながら、ちょっと、倒していかないといけないな。今のもね、5人でね、ちょっとね、確実に、やりきりたかったけどさ、カシリガメを。もうちょっとしゃあないよな。こっから、どうなるかだね。どうなるか。最後のロトム戦取って、うまいことできれば、いいんだけどさ。敵の経験値ちょっと食い荒らしに、行ってみる？いいね。はい。ありがとう。ありがとう。結構食えたわ。さすがにこれは、ちょっと引いた方が多分いい。さすがに引こう。ワンチャン、なんかどっかでキルとかもたくさんできればさ、13レベルになれたんだけど、そんなに今回キルを重ねてはいけてないからさ。でもいい、ネットを2発で、ほぼ2発でここら辺倒せるっていうのは結構、いいんじゃない？あとレベルもね、ちょっとね、上げておきたいしね、やっぱり。硬くなれるし、レベル上がれば上がるほど。いや、快適だよ、割と。だいぶ火力高まってるわ。だいぶ高まってる。いい感じ。強化攻撃でも、削れてるしね。いい感じに。ユナイト入っちゃうのまずい気がするんだよね。4秒だし。いや、やばくはない。いや、そんなやばくないか。で、止めるわ、こいつ。ちょっと遅かったかもしれんけど。止めるわ、あいつのこと。ド忘れ覚えて。で、ネット開け、ネット。ネット開け。いいね、最高。素晴らしい。いいね。いや、バンギラスもね、完封できるからね。やっぱりね。ヤドランは。素晴らしいね。で、ちょうど、スピードも溜まって。で、ドバスレはね、アップグレードできれば、特防も上がるんだよね。結構ね、それはね、でかいよ。特防上がるのはね、だいぶでかいからね。あと逃げよう。しつこいな。しつこいな。大丈夫かな。よし、行こう。そう。特防上がるからさ。結構上がる。確か350ぐらい上がるんじゃなかったっけな。それぐらい上がった気がするからさ。いや、いいね。ユナイトちょっと、早くてちょっと危ないかなって思ったけど、全然そんなことなかったわ。いいタイミングだった、ジュラルドンは。結構危ないかなって思ったけど、そんなことなかった。あそこで死ぬ方が結構まずかったですからね。はい。ドワスル打って、防御力上げながら、ネットを吹きかけながら、敵のね、これで火力も下げていけるからさ。勝てえなよ、でもバンギラス。いや、バンギラスには正直タイマン負ける気そんなしないよな。もうどっちが勝つかどうかはわからんけど。不毛な試合にはなるんだろうけどさ。ちょ、隠れといてさ、捕まえようぜ。もうユナイト貯めてるからさ、15レベルにはなりたいけど。どうせね、いや、これ上行きたくないな。行きたくないな。ちょっとな。上3人でしょ。
下にまだ2人来る可能性あるからさ、2対3で2対4になっちゃったな。でもまあジュラルドンが行ってるから大丈夫としたとして、はい、捕まえた。ユナイト吐いたけどご苦労様でしたと無理だよ君に俺は倒せない。無理だよ、天敵だよ、天敵、万儀の天敵だよ。いいよね、これで味方を守れるしね。あとドアセルで物理防御上げれるし、熱湯で敵の攻撃力下げれるし、これで万儀ですもんね。メタリにメタってきたよね。あと技の回転率速くなってるしね。よし、頑張っていきますか。今回リザードンいるの結構いいかもしれんね。捕まえてる間にリザードンにこうユナイト吐いてもらってみたいな感じでいけたらまあ最高かもしれんね。それはそれで、まあとりあえずは火力をね高めていかないといけないからね。やっぱりもう2体とかにはバッて届いて速攻買っていこうぜ。結構ね、ひとかけもね早いもんね、あの野生狩りっていうのは。さあ、あとはね、いろいろいるけどな、まあ、ちょっと4ポイントずつ引き込みたい感じはあるんだけどな。泳ぎ出せ、ゴールチェンジだろそこは。なあ、はいはい、ナイス、ありがとうナスからの、あとはしっかりと5ポイントつぎ込んでおいて、さよなら。君がスピーダーを持っているってことは俺もスピーダーを持っている、そう、そういうことなんだよね。深淵を覗き込んでると思ってるけども、逆にね深淵に覗き込まれてるっていう、そういう言葉もねあるからね。なんだっけ、ニーチェだっけ、そういう言葉がねあったりとかするよね。まあとりあえず2回はつぎ込めてっからね、結構割ともう序盤はね、まあまずまずのところはあるよね。あとここなんだよね、ルカリオがさ、ちょっとさ、はい、来るからさ、ちょっとやばいな、人影がやられちゃうかもしれん。とりあえずはネット入ってさ、潰していくしかない、これ。はい。で、届け。お前、だるいぞな、それ、なぁ。おこだよ、俺今。おこ。おこだよ、あのルカリオに。許せねえ、あいつは。あいつだけは。許せねえからな、やっぱり。うわ来やがったな。これはルカリオしっかりと火傷で止めていく。火傷ダメージで。うい。うい。機動力速いからね。機動力が高いからさ。ちょっとでもまあ、俺も逆にちょっと決めに行こっかな。それは割と、ちょっとありな気がするよね。ルカリオにまずは打っといてさ。で、6ポイント縮込んでおいて。お前がそう来るならば俺も、こうやって、ぶっ潰していく。なんかさ、危ね。あそこになんかおるからな。こいつもしっかり止めていきたいよね、できれば。まあ、でも、3回詰め込んだし、もう、リザードにもなってるから。あとはね、下レーンでいいかな、もう。早めに向かっといてって感じで、良さそうな気がする。はい。焼いとくか、一旦。焼いといて、で、バリアードだけか。バリアードだけだったら、スピードあるし、3ポイント、突き込んでいくってのは割と、ありな気がするね。まあ、なんとかなるし。で、念頭吐いて、潰せ潰せ。ナイス、潰したね、いいね。で、ドバスル覚えて、回復していこう。回復大事よ、これ。これ、ガツガツ、行きたいけど、あれがいんのか。ルカリオがいんのか。ルカリオ、ドバスルって、ドバスルって、あっぶね。あぶね。いや、でも技で回復できたからよかったよ。うん。技で回復できてよかった、マジで。熱湯打っても回復とかできるからね。ただ危なかった特性に助けられた感はあるよね。先にドアスレとか打った方が多分、あれだからね、回復量はね、多分高いから。いいよ、結構、あと多分4回決めてんのかな、今4回ぐらい。4回決めてて、上で、いや、5回決めてるね、今ね。上で、2回ぐらい決めて、いや、上3決めて、下で3ポイント決めて、みたいな感じだから。一旦4ポイントちょっと吸い込みたい感は割と、スピードあるし、まあ、ええやろ。ね、一旦ね。で、熱湯吐いて、ユータ。お前と戦ってる暇ないんだって、俺今。まあ、いいや。ピカチュウのラストヒット取られないように適当に、潜ってさ、いろいろやっていこう。ドバセル使えば耐えれるし、思ってる方がないし。ああ、もうほら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 、もうこうやって、俺とさ、イチャイチャしてるから、もうこうなるっていうね、わけなんですわ。で、あとさ、ちょっと下レーンに行かないといけないんだけどさ、なんとかなってる。くるくる回ってたね、リザード。喜びの舞いしてたね。いや、下レーン守ってくれてんの、本当にありがてえ。マジありがてえ。で、蜂も、
八勝って戻ってくればよかったのに、君たち。八勝って戻ってくればよかったのに。八からないとさ、あれじゃない、あの、敵に取られたらもったいないから、せっかく。上連割ったのに。ちょっともったいない気がする。なんかおるな。いいよ。なんだあいつ。なんだあいつ。なんやあいつ。壁壁に向かってずっと走って言ってたけど、何やあいつ、メンタルブレイクした、もしかして。いつメンタルブレイクした気がするね。メンタルブレイクおじさんをちょっともうほっとこう。なんか悩みあるんだろうね、いろいろね、いろいろあるんだろうね、きっとね。楽しそう。うん、妨害向こうからの、はい、回復できるからいいんだけどさ、一旦ちょっと逃げなきゃね、これ。一旦逃げておいてさ、一旦止める。止める。一旦止めておいて。いいよ。これ強いよ。ヤドランのこれ。はい。エスバよく戻ってきた。偉いぞ。偉い偉い偉い。もうちょっと早く入ってあげたかったけど。いや、味方がいるところでやっぱ吐きたいからさ、ユナイトはね。そうしていきたいから。ナイス。ヤドランってね、ね、普通に結構火力も割と出たりするからね。ちょっと待って、画面見ていい？まあ、あいつは多分あれだろうね、きっと。なんか最初、序盤ボコボコされてもう諦めたんだろうね、きっと。で、今回だいぶいい感じにさ、敵のこと、しばけたもんね。はい。ヤドランはね、天敵よ、バンギの、本当に。ただ、できればバンギにユナイト吐かせてから、捕まえたりとかしたいけどね、できればさ、そういう風にしておきたいけど。あれ？あ、生き返った、バリアード。さっきなんか繋がってなかったバリアード。こっちのバリアードが繋げたからか。そういうことかな。13レベルになりたいならもっとカチカチになれるから特防アップできるからね。あのアップグレードしたら、そういうのも、狙ってからさ、やっていきてんだけど。ユナイターも履けないな、さすがに。うん。なんか、サンダー戦始まってすぐ持ってなかったりしたらちょっと、それこそダメな感じになるし。いや、でもね、今回進撃メガネ全部詰め込んでるからだいぶ火力は高えよ。あと物理アタッカー多めっていうのも結構あれかもね。ちょっとぶっ刺さってるかもね。バンギが物理っていうのがいいね、やっぱり。最高。熱湯で火力下げれるし。ただ何が起こるかわからんからな。こうできればバンギラスにユナイト技吐かせてから、必殺技吐かせてから捕まえたいんだよね、できればさ。そしたらね、ゆっくり試合やれるからさ、それもありなんだけどさ。バンギがいるからね、一旦ちょっとバンギに意外とどうする、吐いてで硬くなって、はい、これも吐いて。これバンギもしかしてさ、もう怠慢できる。ちょっとさ、基本的人権お前生きてんじゃねえか、おい、どうした急に、なあ、どうしたんだよお前は。な、いいのかな、こいつと遊んでて。基本的真剣待て、遊んでたら来たんだけど、ちょっと急に動きそうで怖い。ちょ、めんどくさいぞピカチュウな。ああ、これユナイタイちゃダメなんだよ。マジダメ。アップグレードできてるから、はい、俺のネットでなんとかしますよと。いいね、中央行こう、中央。これ、引きたくないんだよね。バンギを止めなきゃいけない、俺は。バンギがユナイト入ってきたら、ユナイト入ってるあれ。入った後かな、わからん。わからんけど、殴らなきゃいけないな、ちょっとな。殴りたいけどさ。ユナイト入った、これ。まだ入ってないな。防御。からの、ユナイト止めるか。これしかないよな、道は。ちょっと回復させていったん。で、ドアスで回復からの、で、ネットを吹きかけて、潰せる、これは。ナイス、いい硬さ、めちゃくちゃいい硬さ。で、怖いやつもいねえわ。いねえから、怖いやつはもう。ドアスで打ちながら、やべ、ルガリュー来てる。ナイス、取り切れ。で、回復したい。いやー、先にドアスレだった先ドアスレだったなぁ。ワンチャン生き残れた気がするけどなぁ。まあまあまあ、ちょっと間違いだけど。悪くはない。全然 OK。
結構固く立ち回れた。おい、基本的人権。今見えたぞ。俺はお前を見逃さない。いるだろな、そこにいるんだろ、基本的人権。ここら辺にいるんだろ。あ、いたわ、ほら。基本的人権。お前、生きたいのか死にたくないのかどっちなんだよな。生きたいも死にたくないも一緒だわ、よく考えたら。ね、やけになってんのかやなってんのかわからんって。あいつ絶対かましてくるもんな。いや、悔しいな。あのルカリオに対して先に飛ばせる打ってれば俺固くなりながら多分死なずにいけたんだけどな。あとは熱湯ちゃんと当てれればだけどね。熱湯ちゃんと当てれるかよりもドワセラの方が生き残る確率高かった気がするから、まあいいや、勝てば官軍だし。いやでもいいね、バンギをね、完封できるのはやっぱヤドランのね、結構強みだよね。ナイス。ねえ、やばいんだけど、あのね、さっきの敵の基本的人権がさ、仲間に来たんだけど、いやだ。いやだ、だって、こいつ、だって、やけくそになってさ、壁に向かって、あさっての方向に、ずっと走るんだもん。でも今回、あの、バンギラスになってから、いや、もしかしたら、バンギラス取られたから、ああいうプレイしちゃったのかな。ワンチャンちょっとあり得るよね。バンギラス取られちゃったから、みたいな感じの、プレイになっちゃったみたいなのは、割とさ、あり得るよね、それは。ちょっとあり得るな。やけくそプレイになっちゃったみたいな。バリエードとかだってそんな使わんしね、もうみんないるんだろそこに。マジか、最悪。うわー、もっと早く見えてればよかったんだけど。やけくそや、こっちも吹きかけていくわ、ちゃんと。で、ネットを覚えれればいいんだけどな。これ多分ラストヒットもらえないとちょっとあれかもしれんな。レベル上がんないかも。くれるかな、わかんないや。まあ、そうだよね。そうだよね。多分くれないよね。わかる。わかる。基本的人権はそういうプレイヤーっていうのは、ちょっと、わかる気がする。ナイス。いいね。ネット覚えて。ナイス。いいね。で、ネット早く引っ掛けて、任せても。で、俺が最初にネットを覚えときはもっと楽にね、いけた気がする。ナイス。いいね。13ポイント。決め込んどこうか。一旦ね。で、やめろ、注目とかするな、お前。リザードンにな。やめとけ。さあ、あとはしっかりとここでさ、ネット吹きかけて取っていったりとか、あとはね、いろいろ、なんか後ろのハゲがさ、結構あれなんだけど、やれそう、アンちゃん。はい、潰しますと。後ろのハゲがね、チラチラ、めんどくさかったからね、やつを潰さないと。5ポイント突き込んでおいて、あとはしっかりネット吹きかけて、まあ、戦うと見せかけてたね。見せかけて、こっちはあれしよう。野生モンスターをしっかりと買って、ここ。5ポイント決めるか。スピードあるしね。ネット。いや、このネット強いわ。はい。はい。潰した。いいね。で、これなんだこのムーブ。下レーンに、そのね、下レーンに行かなきゃ。あれだよね、下ルートに行かなきゃちょっとまずい気がする。これはあと4秒か、時間ねえから行こっか。もうそうだね、早めに行かないとさ。ただ痛い、打ち抜かれる、本当に痛い、マジで痛い。耐えれっかな、もうちょっと。痛いんだよな。でもド忘れあれば耐えれるかも。熱湯で吹きかけていくんだけどさ。ナイス、いいね。ネットをかけて、あとは、ド忘れ打って硬くなろう。ナイス。びっくりした。じゃあやること一つだわ。あー、殴りたいけどちょっと殴れんな。これ殴ろうぜ、早めに。俺レベル高くない？俺思ったけど。結構レベル高くない？さあ。いいね。いい削り。グレイシア。ナイス、マジで。いや、マジ誰かが殴らないと、ほんと。待って、ミスった！ナイス、危ない。ほんとに危ない。さあ、捕まえたいいね。速攻捕まえて潰そう。で、今バフかかってっからさ、いい感じにネット吹きかけながらさ、やっていこう。ナイス、いいね。ネット吹きかけてこいつにも。
英傑リンクとかも、もうしっかりとぶっ飛ばしていく。だってスマブラのリンク、ブーメラン陰キャだもん。許さんよ。ブーメランと弓と爆弾、一生撃ってる陰キャだもん。英傑リンクだって。あんな英傑じゃない。本当に、本当に嫌だ。あとライダーキックが強い。クーエヌ。クーエヌが強い。で、相手をバースト圏内に入れたら、横強ブンブンしゃしゃめるもん。あと上強か。上強ブンブンしゃしゃめるもん。怖いもん、あいつ。さあ、取り切っていきますか。いい感じだね。はい。いや、でも、ジュナイパーが怖くないっていうのはめちゃくちゃいいよ、今回俺。俺に隠れな。ちょっと痛いけど。ジュナイパーやれんじゃん、これ。はい、いいね。怖くねえぜ。お前なんて怖くないぜ。で、ネットを吹きかけて、ただ、ちょっと引かなきゃまずい。多分、あいついないと思ってる気がする。ちょっと引かん?さすがに。満身創痍だよ、俺たち。ユナイ、でもリザードンだったらユナイト履けんのか。俺、ユナイトも履きたくないんだよね。カジリガメ戦で、ちょっと履きたいところがあるというか、そういったところはあるからさ。いいね、やっぱ、4レベルで進化できて、固めっていうのは、あと火力も割と、熱湯で出せるからね。結構、進撃メガネとかちゃんと詰めてれば。ね。序盤ちゃんとなれれば割と安定はするよね。まあ、あとはちゃんと、みんなと一緒に動くみたいな。いいね。同じピンク同士、ぶっ潰していく。ドバスル打ちながらで、熱湯で、グピってなるけど、まあ、いいやろ。なんとかなる。俺お前を、捕まえるぜ。捕まえたけど、バンギラ、おぉ!ナイス!いいね。基本的人権。よく来た。リザードンも捕まえたいけど、まあ、どっちでもいいな、今回。リザードンでもいいし、バンギラスでもいいし、どっちか片方捕まえたいね。できれば。ユナイト入った方でいいか。いやー、いいね、いいね。ナイスだった。俺死ぬかなって思ったけど。あと、ヤドランはね、シールド、自分にシールド付与じゃなくて回復っていうのがやっぱ、また、バンギラスに対して割と強く出れるとこは、あるよね。シールド付与だったら、バンギラス貫通してくるからさ、シールド。しんどいけど。まあ、回復だったらね。まあ、殴り合えるしね、バチバチに。ここら辺の真ん中もほぼ食っとこう、俺が。俺がほぼ食べる。敵に食べられるくらいならば。俺がもう適当に、もう、食らい尽くしておく。なんかいる、おるけど。まあ、ジュナイパー、何?どうするって。いいよ。俺の、後ろに、隠れな。死ぬぞ。死ぬぞ、それ。この中に隠れとけばなんとかなるからね。はい。ネット打って、で、飛ばせるって。はい、妨害無効。いいね。妨害無効でさ、そろそろまずいわ。飛ばせるよ、ちゃんと。うわ、回復力エグ。めちゃ回復できた。めちゃくちゃ回復できた。やばい、基本的人権がめちゃくちゃ前に出てる、あいつ。ネット、いいダメージ出るね。飛ばせる打って、いいよ。で、めっちゃ、ハピナスに俺働けって言われてる、ずっと。働けやって言われてからずっと。待って、エキスリンクやれそう、あれワンチャン。で、やれそう。回復えぐくね、俺。ずっと働けよって言われてるわ。エキスリンクに。で、しっかりとネット履いて、ドアスレ打って、もう一丁、履くか。時間ちゃんと見とかんとさ、これさ、ワンチャンやられるからさ。いいね、最高。硬すぎ硬すぎハピナスがさ俺に対してずっとさ回復してくれるからさ、無限に戦えるね。ブラック企業ムーブされたらわ、おらまだお前残業できるやろって、まだいけるやろ、甘いわって、甘いわって、もっと残れってもっと残業時間増やさんかいって言われてるからね。こっちを行こう。まあ、ちょうどよくあれかもね、掘れたかもね。さあ、あと大事なのは、バンギとかユナイト入ってきた相手をしっかり潰すってのが結構大事なんだけどさ。ユナイト入ってくれないからまだ。はい。どうなってるこれ。リザードンユナイト入ってる。もうどこのリザードンかわかんねえよ。わかんねえよ。なあ。どういう止めるべきかわかんねえよ、俺もうさ。わかんないけど。ナイス、いいね。で、バンギ来てるなったらなんだかなるよ。ナイス。ナイス、バンギ。は?おい、サンダーお前、ふざけんなよな。今めちゃくちゃいいとこじゃん。サンダーよ。な、サンダーよ。
なあ、それは違う。いや、くそ。